安心してください。そうか、よかった。優しいですね。国民の身を案じるのは公人として当然のことさ。挨拶が遅れて申し訳ない。私は巫女神司という。よければ君の名前も教えてくれるかね。私はリルルと言います。リルル君か。で、君誰だっけ。え、覚えてないのか。ごめんごめん、私のまりびとさんだったね。なんてね、お詫びなんか怒らせてよ。未成年だからお酒はちょっと。お子ちゃまだね。じゃあジュースでいいでちか。あのファルン、あの愛好の儀についてなんだけど。ああ、あれね。何、ついに私の番ってこと。あの伝説の勇者の皆様、本当にありがとうございました。伝説の勇者。そういうことにしときましょう。何か私たちにできることがありましたらどうぞ言ってください。そういえば先ほど私に用があるって。ああ、まあな。私にできることでしたら何でも。本当に何でも。ええ、もちろん。왜그러니나한테무슨할말있어엘소드랑따로가게돼서서운하니서운하기는무슨그멍청이가또사고칠까봐걱정돼서그러지하여간마종만나타났다하면물불을안가리고달려드니원엘리시스가같이있으니까아무일없을거야엘리시스언니랑있으면더신나올걸걔말리려면찬물이라도한바가지뒤집어씌워야한다고そのものの力を示したまえ。文字がすごい。レミーヤさん、いや、これは驚いた。あの、何かおかしなことでも。まさか魔力量ゼロとか。魔力がゼロだと。よくもまあ。嘘、こんな数値って。あなたにも来てもらいますからね。まあ、おいで行かれても困るし。そうだ、まだ名前教えてなかったね。まったく、のんきですね、こんな時に。でも呼ぶとき困らない、うん、私はシェラエル・グリーンウッド。いろいろあって冒険者になろうと思ってるんだ。よろしくね。先生も新入学生じゃないですか。そうでしたね。先生が生徒ってなんか変な感じですね。え、そうですか。はい、シュン君座って。先生はみんなと一緒に勉強したり恋をしたり、もう一回青春を味わうみたいでワクワクしますよ。どうしましたか。これはまさか。いざ。これが私、ハイエルフ、リアデールで作ったアバターじゃん。ってことは私、ゲームの。腹が減っては戦はできぬ。フィールさんはいいんですの。私たちに協力するのはエルヴァンガルドの破滅につながるかもしれないんですのよ。私はクラミーが傷つけられなければ何でもいいのですよ。家とか正直どうでもいいですし、いっそ国ごとなくなれば話が早いのにと思ったこともあるのですよ。さらりとえげつないですわね。これはエルフの旅用の衣装。私を連れて行って、リュウイ。本当かい、セルシア。本当かい。うん。ああ、それにしても精霊使いが必要な時にエルフが現れるなんて、天の導きってやつかな。運命なのかもしれないわね。私で力になれるなら。いや、君なら大歓迎だよ。セルシュー、ないぞ。ちょっと、なんだったこれ。先輩に先に目をつけたの自分らなんすよ。こちらが優先ですよ。順番なぞに何の意味がある。お主らオーガのこと。まだ寝てる。あれ
なところに。大丈夫ですか？あなたあそこから落ちてきたんですよ。また私空を？また？ああ気にしないで。私は初音。ちょっと寝ぼけてただけの普通の女の子だから。スバル、ずっと寝てないんでしょ？少し休んだ方がいいわ。別に疲れることしてるわけじゃないんだ。何にもできないわけだし。でも何かしたいと思ってるのは本当でしょ？そうやって心がずっと頑張り続けてたら先に体の方がくたびれちゃうわ。ラティーファは私たちを姉と慕ってくれるのに、リオさんとは距離感があるというか。あ、せっかく盟友になったんですし。ありがとうございます。あまり人付き合いがうまくありませんが、今後はもっと仲良くしていただけると嬉しいです。はい、こちらこそよろしくお願いします。やったー。目が覚めたか？どうしたの、お父さん？え、あ、いや。いいの、何も言わないで。お帰りなさい。ギデオン、やっと来てくれた。ヤランドララ、元気そうでよかったよ。救援が遅くなってごめんな。全然平気。リット、彼女が前に話したヤランドララだ。よろしくね。よろしく。感じます。あなた方とこの地には強い力が働いています。間違いなく四つの心臓はこの地にあります。私の勘を信じてください。言い伝え通りに。昨日のキノコが残してきたらぬるいドレスにプリプリ。言葉、やっぱり通じないようでございますね。最初はあなたからやるのね。え？これは気の強い少女です。さすがのハンマーマンも感じたいだ。なんだ今のパンチは。いくら小娘でもこの俺様に手を挙げるとは許せねえ。死ねえ。かわした。ルー、行きます。なに。こんにちは。あの、先ほどお電話しました。はい、大賢者様ですね。お待ちしておりました。どういうお部屋がご希望ですか？お城？お屋敷？あの、私は。本当に幽霊なんですね。すごい興味深い。なんか他人の気がしませんよ。冷たい水に入れれば覚醒するってよく気づいたね。昨日お主に召喚された時のことを思い出したんじゃ。ああ。でもハルカラさんの工場も無事に稼働できそうでよかったですね。ええ、幽霊の噂が消えるまでのんびり待ちますよ。